してる。ダメ。イケメン。タバ。苦しい。やりました。やったわこれは。何苦しい。わかんない。まあ、ST はやっぱりインスタにハマっていると。そうやマインドスープめちゃくちゃみんないろんな写真あげてるんですけど、しかし、ね、今日は島村縛りでファッションコーデ。やったー、島村はかっこいいから、ね、島村いいじゃんね。全面的にディスりすぎちゃう。島村めちゃめちゃディスってるよ。ディスってません。島村を着ないなと、僕たちの感じと合ってないな。あ、まあそうだね。そこでやったらやっぱよりね、いつもと違うからちゃんとした勝負になるんじゃないか。おお、意外とあるもんだって、島村いい服いっぱい。意外とないおい。いや、あるあります。あります。もう断定すなよ。ね、やっぱ安いっていうのは素晴らしいと思います。うん、素晴らしい。やっぱね、そこだよね。逆にあんまり着てる人がいないからこそ個性を出せるかもしれないしね。うるさい。おうるさいか、お前。それでは早速島村でじゃあ上下買って戦っていきます。よっしゃー、やろうぜ島村。はい、ということで買ってきました。イエーイ。どうだ、どうだ、優勝だ。メンバーそれぞれらしくまとめたということで、こちらで前回と同じなのでインスタ写真をここでちょっとパーパーパーと、わー、振り返っていくわけだね。上げて、はい、ポイント説明してもらって、はい、あとは皆さんのいいね数次第となっておりますので、この下の概要欄もしくはコメント欄から、あとは皆さんのいいね数次第となっておりますので、この下の概要欄インスタに飛んでいいねを押してください。お願いします。いいね。島村服が もともと少ないので、一人がそれを持ったら同じの使えないので、もう争奪戦がやばかったね。みんなもう芋からじゃん、芋からじゃんとかね、もう速攻でもバーってめっちゃ急に早歩きで、もうやべえからやべえから、もう始まってた始まってた。こんなカラフルな5人が島村中をね、おおおおってやめろ。この顔腹立つんだよ、お前。顔腹立つんだお前は。じゃあポイント振り返っていきましょう。よっしゃ。まずは京平さん。島村なんだけど、その溢れ出る韓国感。あ、なるほど。テーマ韓国。そう、韓国。あ、なるほどね。いや、なかなかないんじゃない、こんなの島村で。そう、と思って、あと色も攻めたいなっていうやつで。言語の方も韓国になってる。なるほど。なるほど。言語のテーマも韓国なんです。あ、なるほど、色地味じゃん。なるほど。だからちょっと色地味じゃん。テロップ出しとくけど、あの、一切ふざけてませんでした。初めにやってます。じゃあ、タオさん。ストリートだね、やっぱり。ありがとうございました。ちょっともうちょっと食べらせろ。ありがとうございます。まだまだいるの。ジマブラでこういうの珍しくね。ありがとうございます。あ、かわいいよ。のりさん。シンプルだけど、絶対普通に下村ないじゃんっていうセレクト。やっぱり企画家もあのタックイン写真砕いてちょっとオシャレ感を出すという。そうなんですよ、前回の王者なんで今回バチバチなんですよ。俺すごいみなぎる年みんなを癒やしますから。負けつけないですから。これ実はコナンの T シャツなんだけど、スポーとは思わないこのここの遊び心。めっちゃ息苦しい声。あ、そう、なんか俺とか言って最初幽霊かと思った。俺じゃないそれ、お前だよ。スポーとは思わないこのここの遊び心、思わないこの、思わないこの、始まった、始まった、これ始まったか。え、お前も来たじゃん。今日だよ。え、今日やろうと思ってたよ。今日やろうと思ってた。それが面白くて俺今ノイズ。あ、そう。やってみて。いや、これにしたらなんかグリーンになってるね。じゃあ絶対、じゃあでもそこだったら俺も聞こえてるし。まあ今日はまた心霊現象が起きちゃっていますけれども、大樹さん。はい、我は3色ちょっと T シャツ欲しくて、やっぱりよく横クラスね、横クラス。赤、グレー、白で、見たけどこのミッキーだよ。ミッキーのなんか嫌いんだけど、このミッキーの服装マジ可愛いと思って、俺らしくちょっと、まあおしゃれっていうか俺らしくちょっとコーディネートしてみました。長く喋ってる割には内容あんまりない。じゃあ僕ですね。僕だけね、まあ3点買ってる。そう、みんな見てるんですよ。もう並々ならぬのよ、俺のこの勝ちたい感じ。ストーリーに負けたくないのよ。めっちゃ悔しかった。これは悪そうね。このまずミッキーのシャツなんだけど、まあ後ろ前から入ってます。まあインスタ見れば分かるんですけど、これ可愛い。まずこれ可愛いね。ちょっとこの半袖から出す感じ。ああ。下がミッキーのやつで、マウジーってとことコラボしたんだけど、今リズムが。マウジーって結構高いの。それにあってもおかしくないぐらいのやつが島村にあった。これに関してはもう普通にどこもダサくない。なるほど、普通にかっこいい。これもめちゃめちゃ多分リピートするし、あと長さの問題でこう腕とかも
アクセサリー出せる。確かに。で、ここいい、ね、俺の意識を見てほしいのが、この服あるじゃん、これ寝巻きなの。え、実は寝巻きなのこれ。それをちゃんと服として着こなし、ガチやん。ガチで、ガチガチガチやん。上下セットだからめっちゃいらないズボンとかついてんだけど、うん、その分もう俺買ってガチガチ、ね、ガチで。でもこれが絶対合うなと思って、下いらないの覚悟で買いました。なるほど、これ勝ちたいね。じゃあ本当に並みならんの。これで負けたらもう二度とやらねえこの企画。前回のビリが恭平さん。はい、恭平です。1位がのりさん。罰ゲームは今回何にしましょうか。まあこの前はね名前変えたけども、うん、そう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 。今回の罰ゲームは1週間マニキュアを塗ってもらって、それがちゃんと見えるような写真をインスタで毎日あげる。うわー、きつっ。うわ、うっとうしい。いいの考えたな。いいの来たね。自分のインスタにさ、おしゃれはアピールしたいのにマニキュアがもう邪魔する。なるほど。ビリは1週間そちらの罰ゲームやっていきましょう。うわー、マニキュアか。この人イコールマニキュアみたいなイメージついちゃうってことで、毎日消したら おーってなんだよ。おい、まともなこと言ったつもりです。ウォーなんでウォーって英語なんだよね。WO じゃねえか。画面上で見たらめっちゃ白くこう動いてたね。いたんじゃない。最近もういるもん、うん、いるいるいる。ということで改めて、はい、一旦みんなのインスタにね、下の概要欄もしくはコメント欄から飛んでもらって、一番いいなと思う人にいいね、別に2人でもいいです、はい、1人何秒でもいいんですけど、とりあえずいいねしてもらって順位を決めていくという。本当にいいねと思いなさいよ。締め切りは次の日の夜10時。服だけですからね。そうだね、うん、顔じゃないよ。顔じゃないよ本当に。顔だけは見る。皆さんぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。次の動画で会いましょう。ひたすら夢へと走り続ける、ただがむしゃらに突き進む。もう一度きりの人生を楽しもう。